お辞儀体操ですよ、後半戦はね。さっきも肋骨開発楽しかったですよね。次、お辞儀体操です。お辞儀体操っていうのは、ベゴーリ、じーくーり、これだけですよ。これに、こんだけたくさんの稽古眼目、チェックポイントがあるということですね。動画セミナーでお辞儀体操入門。あれは前提意識が3つ程度、あと意識するチェックポイントが5つ程度ぐらいですが、本当はこれぐらいあるわけ。これが中級バージョンになります。上級バージョンになると、チェック項目が全部で100個しかありませんので、それもね、ご安心いただければと思います。それぐらいマニアックだっていうことなんです、僕がね。お辞儀体操ってほんまに、いいですか、動きとしてはここに書いてます。ペコーリとじっくりしかないんですね。こんなシンプルな、ゴーヤーシンプルな動きはないですよね。だけど、シンプルだけど、容易ではございません。単純と簡単って違いますね。単純だけど、ディフィカルト、つまり奥が深いんです、これはね。だけど、めっちゃ楽しいんです。さっきも楽しかったでしょ。この体操も実は楽しくて、効果としてはですね、女性は嬉しい。ケツ、上がりまくりまくりスティなんでやばいね。ほんまに本気でここまで組んで。どこの開発法になるのかっていうと、まず骨格、軸骨格ってあるね。真ん中、軸骨格の中でも中心軸骨格って僕は呼んでますけどね。下から言いましょうか。仙骨。仙骨上の脊椎。それから頭蓋骨。頭蓋骨も2つに分かれる骨と1つにしかない骨があって、1つしかない骨は前頭骨、後頭骨、中の長頸骨、それから下顎骨。こういったところの骨で言うと開発法。だから、土中心ですね、体の。センターにある骨の開発法になるわけです。そして筋肉でいうと中半身タイガースのトレーニングになります。中半身タイガースとは何かっていうと、上半身でもない下半身でもない箇所、言い方を変えたら上半身でもあり下半身でもある箇所、大体この辺りです。溝落ちのちょっと下から大腿骨の真ん中よりちょっと上ぐらいまでですね。そこにある筋肉は何か、まずお腹の中に横隔膜と大腰筋という筋肉がありますね。それから骨盤のとこから腸骨筋という筋肉が出てますね。インナーマッスルですね。それからここの奥にもも裏ですね。例のめちゃくちゃもも裏に効きます。それから内もも内転筋群、それから骨盤の底にある骨盤底筋群、そういったところのトレーニングなんです。どうします？やばい。ね、だからダウンするときとアップする、この2つの局面しかありません。その中に意識すべきポイントというかチェック項目がこれだけあります。で、3つの系統に意識するポイント分けられるんですね。意識系、身体操作系、脱力系、この3つです。最低この3つ分類しないといけません。身体開発って要するに身体操作のことですよね。身体開発っていうのは身体操作じゃないんですね。身体操作っていうのは身体開発の中の1つの項目にしか過ぎなくて、最低この3つ押さえないと身体開発になります。身体操作やって終わっていく人っていうのは大体脱力が全然足りないことが多いし、意識するポイントがずれまくりまくりスティしてることが多いです。だからこの3つ最低なんですね。最低この3つの掛け算でやっていくのが身体開発になります。一個一個の癖を修正、見抜いて修正かけれる体操法でもあるわけですよ。故に総合的な身体開発法なんですね。お辞儀体操本気で取り組んだら体中に持ってる癖が全部治っていくんです。で、体の隅々まで開発されて友達だけいなくなるわけです。そりゃそうや、こんなん言ってるやつははっきり言うけどできなくても人生生きていけるわけですよ。でも僕はこれをねこだわってきたんです。二十歳の時からね、一回やるだけですごい運動って分かってくれた。すごい、すごい。これをね僕やり続けてましてね、僕今でもやってるんですね。どんなに忙しい時でも50回やってるんです。これ時間がある時はですね200回やってます。だからありえないぐらいここ強いわけです。スクワットやっても筋肉痛来ない人がね、これやったらどえでは筋肉痛来るわけですよ。だけど快適なんです。絶対こっちに来るから嬉しいでしょ。上がるで血、筋肉痛来てんのに歩いたら軽いから面白いから、さっき言ったとこ、うわーすげえ飛んでくるんやろみたいな。昔スクワットやってたんですよ。どうですか、スクワットよりよっぽど難しいでしょ。これでスクワットしなあかんってなったら大変やで。すげえ運動なの分かりますかね。あ、足軽くなるんですね。当たり前なんで、これめっちゃ大腰筋使ってますからね。よくなったでしょ。よくなった言うても皆さんまだこっちも何もやってませんのでね。最初ねこんな文字ばっかりね見てもう拒否反応起こしてしまった人多いと思うけど、面白いの分かってくれました。だいぶ面白い世界で生きてるの分かってくれました。友達いない理由分かってくれました。でこっからなんですよ。こっからこれだとまだ友達できるんです。こっからここまでは友達できんの。こっからなんですよ。僕の真骨頂がこれ、この2つやってる人はまあまあいるんですけど、これを脱力系、これを徹底してやってる人が好けないんです。で、僕はこれの5人中ぐらいもう人生脱力って言っていいぐらい命かけてますから、
力にずーっとですよ。もうペン持つ時も何やる時も必要最小限の力っていうのを命がけでやってますから、そんなことを命がけでやってるんです。だから脱力が進むんですよ。いつまでたっても達成はないと思ってください。未だにやってんだから僕。どこまでも もっと脱力できるって深めていけるから、死ぬまでですよ。生涯やれることですから、生涯の自分自身の一人でやる習い事としてやり込んでいってほしいなってことです。これがね、僕めっちゃ脱力をやり込んできた。脱力しなあかん体になっちゃったし、もうね膝やってしまったから、ここなんですよ。ここで終わってる人多いです。身体操作だけの人も多いです。固まっていきます。このおじぎ体操もこの脱力抜きで A と B だけでやり込んでいくと、あるところまでは身体能力上がるんですけども、あるところまで行ったら全然上がらなくてだんだん下がってくるってことになります。身体能力をどん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 上げていくっていうのは絶対に必要なのがこれ脱力です。ここはみんなめんどくさいからやらないんですよ。脱力ってもう学問にできるぐらいのことですから。ここが関係しますからね。左の側頭骨じゃないですよ脳のことって言うんですよ。脳が関係してますから、運動神経と感覚神経の問題、ここが脱力させないようにしてるから。だから最近格闘家でも脱力してパンチですよねとか言ってくれて、もう全然脱力してないから前提が脱力っていう言葉で終わらせたらダメなんです。どんどんもっと抜けるよ。めっちゃ体変わるよこれ。こんなん意識してる人間おると思う？どうでもいいんですよこんなん。これに取り組むとほんまに身体能力どこまでも上がります。未だに僕もやり続けてることですから、中級編でも難しいなと思いながらやってます僕もね。上級編なんてもっと難しいんですから。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。